ダンピエール原子力発電所は、フランス共和国、ロワレ・ケンダン・アンビューリーの南に所在する原子力発電所。施設は、ロワール川の北岸にあり、オルレアンから東へ 50km、ブールジュから北へ 75km に位置している。首都パリは 130km 北にある。1972年、ダンピエールに地域協議会が設立される。 地元新聞、レジュルなど事案は10月9日に公開市民調査が開かれ、1972年10月19日、地域の住民は再び登録簿についての見解を引き渡さなかった。記事には巨大な冷却等に焦点を当て、原子力の有用性と有害性のコメントを求められた。地元住民は、利益と危険性との間にはまる深刻なジレンマに、 落ちるだろうとした。1974年、4基の原子炉の建設が始まる。1973年5月22日、省庁間委員会は5ヶ月前の中東危機に鑑みて、1972年から1977年を対象とした原子力発電所建設プログラム第6次計画では、8000から1万3000メガワットの発電量の 増加を見込んだ。1973年5月22日に、ピエール・メスメル首相はこれらの計画を承認し、この計画は、実効性は加速する。目標の1977年までには1万3000メガワットに届かなかったが、1975年終盤に、達成する。その後、 フランス電力公社の投資は1974年から1980年にかけて5万メガワットの増備を目指した。これはすでに稼働していた6機を含めて90万キロワットの原子炉55基分に相当していた。1976年6月14日でくれでフランス電力公社にダンピエール原子力発電所の4基区分の建設が許可される。 1979年6月27日あれてで放射性気体と液体の外部環境への放出管理の規制が示される。ダンピエール原子力発電所では核燃料に二酸化ウランの他にモックス燃料も使用されている。核燃料の4分の1は毎年交換されている。モックス燃料のプルトニウム含有量は8.75%となっている。 2000年6月26日及び27日に原子力安全局はダンピエール原子力発電所で発生したバックアップ要弁の火総閉鎖事項を発表した。これは原子炉停止作業の段階で発生している。1999年2月以来、計5回の過失が起きている。2001年4月2日、4号機が停止させられる。運転員は、 各燃料集合体の再装填の手順を間違え、この際30%のノックス燃料が中にあった。2007年4月9日から10日の深夜にかけて、3号機が緊急停止し、一晩中非常用電源が作動する事態に陥った。外部電源の一時的消失により、フランス電力は2210時に非常事態、対処計画を発動し、発電所作業員は、 一晩中対応に追われた。原子力安全局と放射線防護、原子力安全研究所は、翌朝の0815時までに、適切な技術的支援を行える、国家的な危機対応組織を立ち上げる。この事故は、国際原子力事象評価尺度レベル1に分類され、問題の是正のため3号機は、数週間運転停止する。核原子炉の特性は、以下の通り、 ありがとうございます。